この少子化時代にガキを殺すなんて見過ごせん。おう、この緊張感は。いける。賞金首、許せん。行くか。二人とも今すぐ神ハウスに帰ってくれ。あいつの強さを思ってた以上みてえなんだ。新人潰しかもしれないぞ。37っておっさんじゃないのか。知らなかった。おめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。ジータはオラと戦う約束をしたんだ。邪魔すんなよ。とことんやりてえってことか。なんか俺がなりたかったヒーローと違う気が。悩みっていうか、マジっすか。Thank you.
ものすごく強い奴と戦ってるっつうのに、なんだかワクワクしてきやがった。知らなかった。37っておっさんじゃないのか。新人潰しかもしれないぞ。俺がなりたかったヒーローと違う気が。お前には肉体があっても18歳までの記憶がない。俺には記憶はあっても肉体がない。うわぁ、どうしてずっと黙ってるんだ。高校の同級生だったことも、入院してる時に会ったことも。お客さんだぞ。全力で行くぞ。自分の強さに自信がありすぎるんだ。そのせいで隙だらけなんだよ。半年以内ってことは明日かもしれないし、今日かもしれないな。俺は趣味でヒーローをやってるものだが、一身上の都合によりお前らをぶっ潰すわ。とりあえず行こうぜ。貴様の正体は何だ？おお、あっさりとまあ。だからお前の体重も10倍になる。おめえみてえに非常に鉄くるなんてどうやったってできねえ。ほらにゃ、鼻くそをほじる力も。あの時はまだはっきり答える自信がなかった。リンダへの気持ちは抑えようもなく強くなっていった。こんなに手応えのありそうな怪人は久しぶりだ。待て、その技だ。犯してはならぬ過ちもあるのだ。明日を約束された者などおらん。風を追え、心の内に宿る者だ。自分が何者であるか